ちラジオ TBC。トータルテンボスの抜き差しならないと。さあ今夜も始まりました。始まりましたね。まあすっかり寒くなりましてね。ねえ。やっぱ本当舐めちゃダメだよね、仙台の寒さね。いや本当に寒いね。今の時期が一番寒いんじゃない。ここダウンジャケット8枚必要じゃない。そんなにいらねえよお前。もはや浮世離れだよお前それ。ねえ、うん。寒いんだから。あったかいだよ。あったかい。おいもはや浮世離れだなお前おい。トータルテンボスの抜き差しならないと。さあ抜き差しメールクラブです、はい、みんな村っ子クラブアフロクラブに入らないか。入部希望のメールをくれた人には入部特典としてトータルテンボスの大村藤田から直接メールが届きます。しかも内容はトップシークレット。このコーナーではそのメールを見たあなたからの反響メールを紹介していきます。今日は村っ子クラブです、はい、自転車にちなんだ思い出ということでね。すごい反映するね仕事が。まあそのまあそういうことを最初に書いてますからね。それにちなんでということですよ。さあまずはですね、こちらは、はい、あ前回合わせましょうで、ステッカーをゲットした山口県のかなちんですと、はいはい、放送を聞いて車の中でニヤニヤしてしまいましたと、うん、抜き差しを紹介してくれた萌えちょるる改め、萌えちょれれにも速攻で報告してニヤニヤしてもらいました。私の、滑舌の悪さが浮き彫りになっていてとても恥ずかしかったですと。あ自分の声をね、機会ってあんまないからね。かなちん振り返ったら、ブスだなと煽られて、はいはいはい、新垣結衣さんに似てるんですと、はいはい、言われたことありますと言ってた方だったんですよ。かなちんは ね、 そ、 ねそんなに似てねえだろうとまたまたって言ってたじゃないですか、うんうん、まあ、最後の PS なんですけれどもね、うん、化粧して撮った写真を送らせていただきますと、はい、見てくださいと、うん、ね、あ新垣結衣さん感ありますでしょ。ありますね。ねえ、ブスではないですね。いや可愛いでいいよ。なんでブスではないって。可愛いですね。可愛いじゃないですか、はい、ねえ卵みたいな顔してますね。卵みたいな顔ってなんだよお前。形がね。さあ今回のテーマ自転車にちなんだ思い出ですが、はい、小学生の頃の話をさせていただこうと思います。お願いします。小学4年生のある日いつものように友達と遊び夕方16時くらいに、帰宅している途中、うん、近所のお姉さん学校やこちゃんが彼氏と楽しそうに家の前で話しているところを見ました、うん、私はやこちゃんのことを本当の姉のように慕っており、彼氏とのラブラブなやこちゃんの様子を見て私のやこちゃんなのにとやきもちを焼きながらカーブを曲がろうとしました、うん、当時の私のブームは自転車の立ちこぎでカーブを曲がるまさにその時も立ちこぎをしており、やこちゃんの彼氏に対してドヤ顔を向けていました、うん、がしかし私はカーブを曲がりきれずそのままカーブの向こうの川に落っこしてしまったんです、うん、かなちゃん大丈夫と言って駆け寄ってくれるやこちゃん、その後やこちゃんの彼氏に川から上げてもらいました、うん、川に落ちた恐怖よりもやこちゃんの彼氏に助けられてしまったという悔しさで少し涙が出てしまいました。幸い学校に言われていた通り、うん、ヘルメットをかぶっていたので頭を怪我せずに済みました。以上が私に自転車にちなんだ思い出ですと。ねえこれすごい、そんな好きだったんだな。ズレ的なね感じですよね。うん、そうそうだ。かなちんはレズだったんだね、うん、じゃないですよ。じゃないお姉さんを取られたっていう純粋な、ね、うん、そういうなんかちっちゃい時のね、なんかそういうお姉ちゃんがクソっていうのあるからね。あるね。うん。でもそれは川への落ちた恐怖の方が勝ってほしいよね。うん。それは本当だよ。危ない。さあ福岡在住キリちゃん。はい。自転車にちなんだ思い出ですが、私は小学校1年生の頃に補助なし自転車に乗れるように友達の家に行って友達の友達の自転車で練習していました、うん、練習をしていてやっと乗れた乗れたと気づいた瞬間、すごい急な長い下り坂でうねうねと急カーブがあり、周りは畑や家がある中華麗な運転さばきで下っていました、うん、時速30キロくらいはあったと思います。その時です私は気づきました。ブレーキが効かない自転車だということ、やばいと思っている間もなく私は頭の中は真っ白でした、
しかもこの下り坂の終わりには見通しの悪い T 字の道で、その先には2メートル下に田んぼがありました。そのままものすごい勢いでシューンと田んぼに突っ込んだことは言うまでもありません。大泣きの私、最終的には友達のお母さんに助けてもらい家まで送ってもらいました。私の顔は、迷彩柄のように傷だらけ、全身青あざと傷だらけで、翌日学校で男の子たちにからかわれてしまいました。もしかしたら T 字の道で私が通過した瞬間に車が通っていたら、私は即死だったかもしれないと思うとゾッとします。私が生きてきた中で、今では常にモテ期の素敵な女性になれてとても良かったですモテてんだ今すごいモテ期だから、これでもしね死んでたら車が通ってたら即死だったわけじゃないですか、だからこのモテ期をね実感できなかったということでね、良かったということでしょうね。なるほどね。ちなみに27歳の主婦で2歳の娘ちゃんもいますと。モテてんの、主婦でモテちゃってたらやっぱ昼顔の要素ありますよこれ、もしかしたらこれ昼顔族ですよ。なるほど、ね、危ないですね。旦那が2月12日が35歳の誕生日、でも旦那さんやっぱ思う気持ちやっぱあるから、よかったね、35歳の誕生日なので、藤田さん旦那におめでとうと言ってあげてください。書いてありますよ、書いてあなたです、何です、私が読んでるんですか、あなたへの詩です。これ書いてなかろうが別に、私が藤田さんって言ったらもう藤田さんですから書いてありますけど、ダメです疑わないでください。熱動してダメです、ダメですよ別に。その人が大村さんって言ってんのに、それはもう俺が決めますから大丈夫です。それもやらせですからダメです言ってあげてください。なんで言わなきゃいけない、いやこれしょうがないだろお前、それモテ期の女性が旦那がね送ってきて、いやいやそれが送ってきたんだったらいいけど、モテ期な女性なのにもかかわらず旦那さんを愛してるってこれホッとするんだからさ。大体モテ期って自分で言うのもどうかと思うけどな。いいじゃないか、結局旦那さんが一筋ってことが分かったんだから。もともとだってお前それチャリンコでバンって言ったらドロドロの泥多忙だった子でしょ。泥多忙とかなんだ、その 俺がなんか自転車のいたずらした時もなんか出てきたから、その泥多忙とかなんなんだその泥多忙って、妖怪だよ。なんなんだそのだから、そういいだろ関係言ってやれよ。なんで言わなきゃいけねえんだよ。いいじゃねえか言ってやれやさ。なんでだよ。なんで言わなきゃいけねえんだよ。言ってやれいいじゃねえかよ。早く名前出せよ誰かいや俺一人浮かんでこれ言いたいってなんかなんか名前がなんだっけなあの人っていうのが出てきて、まあいい、その人はもういい出てこないから。ちなみにその人誰、どういう人だ。いいじゃないですかルー大柴さんね。なんで言わなきゃいけないんだよ。おいなあ、ヤブカラスティックなんで言わなきゃいけねえんだよ俺だぞ、ヤブカラ棒ね、俺だよ俺。いやルーさん、俺がなんで言わなきゃいけないんだよ。ルーさんが言ってあげればいいじゃないですか。なんで言わなきゃいけないんだよ。いいじゃないですか、その横の江頭2時50分さんも。おお、俺は言いたくないよ。おーやだよこれは。ルーさんから言ってあげてさい。じゃあなんで言わなきゃいけないんだよ。じゃあ江頭さんでいいですよ。おおやだよ。じゃあルーさんでいいですよ。おめでとう。分解地獄だったな。地獄だな最後江頭さんで言ったからな。おおだってお前江頭さんの時ずっと危なかったよ。いや本当トレンディーのネタ見てるしよかったよ。よく斎藤がやってっからさ、やってたからな。おおっておおってあれでできたけど。さあということでおめでとうございます。おめでとうございます。さあ東京都猫じゃらし、読まれたら初ですと、自転車の思い出ですが、弟に私のママチャリを貸したところ、シャコタンにされた上にハンドルをひっくり返されて返却しやがりました。車に例えるとヤンシャですかね。サドルは低いし持ち手は逆だし乗りにくいったらありゃしない。その当時はそのチャリのスペックが流行っていたみたいです。わからんわからん、チャリは純正に限ります。チリンチリン。わかるなこれ。よくわかんない、俺それやったことないけどさ。あの、まあ、そのスペックが流行ってた、なんだろうね、そのハンドルをさ、種族はいたよね、超上にね、チョッパーっていうのがわかんないの。チョッパーっぽくな、なんていうのねあれ。まあでもそのな、上にすげえ上がってるのとかあるよね。あるある。バイクでもやっぱすげえじゃん、ものすげえ、もうカマキリみたいなさ。アメリカンでね、やってたよあれは。さすがにあのうちのさ、地元の連れの秀樹っていう、秀樹でもそんな、でもスティードね、スティードを一回ね、なんかそういう風にしたんだったよアメリカンで、カマキリみたいに。で秀樹手短いからさまさかのバイクでの立ちこぎ、立ちこぎみたいな手が届かなくて。秀樹はね本当に手が短いんですよ。すごい短くてね
手短いからこう顔がねすっごいでかくてね、うん、で細胞の数って多分人間決まってんのかな分かんないけど顔の方に細胞が持ってかれちゃって手が手にいかなかったんだ、うん、身長の悪い本当手短いんだよね。そうでもタクシーが捕まんないって言ったのね、うん、顔に隠れちゃってね、うん、手上がってんのかなあの人ってなっちゃってスルーされちゃうから、うん、そうそう、うん、届かなかったっていう手を思いっきり上げて耳の横だもんねそんなことねえよ。さあジャクリーヌさん鹿児島、私は中学の頃チャリ通でした。行き帰りで12キロ苦痛で仕方がありませんでした。そんなある日部活帰りでいつも一緒に帰る M ちゃんとその日も帰っていました。学校の校門を出た時気づけば私は地面に転がっていました、うん、そう車にひかれていたんです。あら体は車にぶつかっていなかったものの自転車の前輪に車のライト部分が当たったようでした、うん、私はとても恥ずかしがり屋なのですがそんな時まで性格って出るんですね。足の膝と手首からは流血、うん、左足は捻挫でもしてるかのような痛み、それなのに痛みよりも道路に転がっていたということの恥ずかしさが上回りました。大丈夫大丈夫へへへと周りをなだめていました。見た目はボロボロなのに笑って起き上がり自転車を押している私に友達も車に乗ってる人も引いていました。本人がこんななので謝っただけで車に乗ってた方は帰ってしまいました。帰り道の6キロ血と涙を流しながら痛みに耐え自転車を漕いだあの日のことは忘れません。なんでだよ家に着いて両親にこっぴどく叱られたのは言うまでもありません。お二人も自転車の事故にはお気をつけよ。だその運転手さんは ね2つの意味で引いちゃったんですもんね。まあまあまあね、うん、その不謹慎なうまさですけどね、これでもね分かるよなんとなくだけど、なんか俺は恥ずかしかったより俺は人に弱みを握られたくないっていう感情が勝っちゃう時があるから、うん、余裕余裕みたいな、あすげえ大変な事態なのに、うん、どじょうじょうみたいな、うん、余裕ぶって、うん、痩せ我慢するとかそこ余裕ぶらなくていいところなんだけど、ね、よくあったのよその焼酎とかね。チャリで事故ってことある？いやチャリではないけどまあまあそのお前とかさ、うん、その原付とかで事故ったことあるじゃん。あるある。ほんで別にまあ本当に不可抗力で事故ってさ、うん、で運よくなんだかその病院とかに通ってさ、うん、保険でなんかさなんだったらちょっと潤っちゃったりなんかしてた。いい、うん、バイクもね、そう、いいバイクも買えた上にね、うんうん、なんでそんなことが起きるんだ事故るとみたいなのが頭にあった時があって、うん、まあ俺もバイク乗ってたから、まあ、もしそういうことがあったらちょっとそういう風に潤えるのかななんていうのが頭にあって、うん、お金もない時期だからさ、うん、でそんな時にもうひょんなことから普通にまあバイクで走ってて、まあ、車は大渋滞のお道を、まあ、バイクだからその間をすり抜けれてたから普通に走ってたら、まあ、片道3車線の、うん、大きな道路、うん、で全部車線は車埋まってる、うん、俺は普通に真ん中の、うん、間の道をこう行ってたら、うんうん、その左の間の間をこう普通に走ってたのかなバイクが、うんうん、でも途中で車と車がこう、うん、近すぎて多分、うん、もうこれ以上こうすり抜けないってなったのかなそいつは、うん、俺の方にこう急に来たんですよね、うんうん、で俺はもうびっくりですよ、まあ、そんなにだからすり抜けてるからもうスピードは出てスピード出してないけど、うん、急に来たもんだからもう、うん、ブレーキもしてもぶつかるとそのバイクの彼に、うんうん、やばいと思ってもうこれはもう倒れるしかなかったんですよ、うん、横にバーッと倒れながらもう スピンしながら、うん、ほんでまあその普通に渋滞してる車のね後ろにボーンってこう当たったわけですよ、うん、こけながらね、うんうんまあ、そのバイクとは何の接触もないですけど俺がこうボーンってぶつかっちゃったんですよ、うん、もう黒塗りのシーマにね。危ない危ない。あ、うん、でそんな何の車に当たったか分かってないですよ。でも俺はもうバーンとかなりながら全然痛みもなかった、うん、怪我正直、うん、だけどそのバイクの俺を邪魔したやつが、うん、もう大丈夫ですかとか来たら、うん、うわちょっとすいませんやばい痛いなみたいなことをでも言っちゃおうかなっていう腹だった、うんうん、その一瞬でお前のこととかがよぎって、うん、これで俺も保険で潤えるかもしれないっていうことが頭いっぱいで、うん、でもそのバイクよりも先にね、うん、その黒塗りのシーマからイカチ兄ちゃんが降りてきて、うん、あ兄ちゃん大丈夫かって来たから、うん、大丈夫ですもちろん大丈夫ですって何もできずね、うん、そのまあまあまあバイクはちょっとね
破損してたし、そのシューマーさんもね、ある程度やっぱ衝突しちゃってたから、そのバイクの兄ちゃんがね、うん、対応してましたけどね、うん、バイクはまあ俺も直してもらいましたけどもね、変にその病院に行ってみたいなことはね、うん、なく。レスト、レスト、あれ、うん、ないですね。じゃあいいですかね。まあじゃあちょっと順番通り行けばの人に行きましょう、うん、はい、黄昏毒さんですね、今回間違ってアフロクラブのメールが来たんですが、あ、本当ですか。文章のテンションがあまりにも低すぎて、ついに大村さん病んじゃったと心配になりましたよその後すぐに大村部長からメールが再送され、思わずこれこれと叫んでしまいました。ついに病んじゃったっていうことはある程度病みそうだなっていう予兆があった、うん、いや俺がねその文章だね。その前に何度お前病んでる分を送ってんのか、お前は。いやいや別に病んでるっていうかテンションは、うん、低い普通の普通の文章か、うん、てかまあまあまあ、うん、まあ低いっていうか、うん、まあ、ちょっとね世論とかも絡めて、うんうん、あ、悲しい、今の、うん、悲しくなるわそんな悲しいことをちょっとねあってさあ、本題です。自転車のまつわる思い出。私は12年前に自転車でオーストラリアを一周したんですと、うん、おお、そうだったんですね。一人ではなく今の旦那と二人で、うん、厳密に言えば後半は三人で、うん、旦那とは同級生で、高校を卒業する直前に今の旦那から俺はオーストラリアに行く、黄昏時もついてきてくれないかと言われ、何にも知らない私はオーストラリアと聞くだけでウハウハになり、うん、行く行くとオーストラリア行きを決意、うん、卒業してすぐにバイトで50万を貯め、ワーキングホリデーという1年間滞在でき、現地で仕事もできるビザを取って、いざオーストラリアへ。そしてオーストラリアについて3日が経ったある日、旦那が一言、俺自転車で一周しようと思う、ついてきてくれないか。何にも知らない私は自転車と聞くだけでワクワク、うん、こぐこぐと答えてしまいました。そして自転車やテントなどを買って自転車旅行が始まりました、うん、1日平均100キロをこぎ、街中だろうと草原だろうと毎日テントで寝泊まり、なぜならタダだから。50万円で1年間生活するにはこの生活しかなかったんですと。途中でフルーツピッキングなどの仕事をしてお金が貯まるとまた自転車生活スタート。大草原のど真ん中でテントで寝た時は朝起きると靴がなくなっていたり、ありえない量のハエが自転車に止まっていたり、大都会シドニーではハーバーブリッジとオペラハウスの両方を眺められるミセス・マッコーリーズポイントに寝袋にくるまって寝ました。さすがに警備員の人たちに「なあ、ドントスリープ」と言われ、一応寝袋を片付けるふりはしてしらっとまた寝ていました。するとまた警備員が来て注意され、またふりをしてしらっとまた寝ていました。するとまた警備員が来て注意され、またふりをして寝る。3回繰り返した後警備員がまた来て「オンリートゥデイ OK」としぶしぶ許可してくれたんです。こんなスリル満点で超アウトドアな生活に毎日毎日旦那と喧嘩ばかり、私は毎日毎日ホームシックでした。だけどオーストラリアの人たちは温かくてフレンドリー、砂漠を走っていると水を分けてくれたりフルーツをくれたり、ある時は家に招き入れてくれたりして、豪華なご飯をご馳走してくれたり服を買ってくれたり、本当に信じられないほど優しくて助けられました。そしてラスト3ヶ月で事件が、なんとあろうことか妊娠が判明。やることやってたんかい大草原のど真ん中でテント張っちゃったもんだから開放感バリバリでプカミルっちゃって見事に妊娠、身ごもりながらも自転車をこぎ、見事ゴール。めちゃくちゃ大変だったけど忘れられない最高の思い出。はあ、すごいね。ねえ、どんくらいかかったの、うん、かな一周でも1年間だから、うん、もうほぼ着いたすぐに自転車一周しようとか言われたってことはほぼ1年間やってたんじゃないの。すごいよね。でつけた名前がシドニーらしいよ。いや違うだろうなんでシドニーだけなの。そうか、リンリンとかでいいじゃん。トータルテンボスの抜き差しならないと。さあ、あるあるのお時間、今回はファッションあるあるです、はい、早速紹介していきましょう。まずはラジオネーム佐賀県からヤゼンジャーさん。ファッションで差し色に赤を持ってくるやつが多い。まあまあでもその確かに差し色というのはね、こういう印象的な色
でこそ差し色になるからね、アクセント、ね、赤なりピンクなりみたいなことが多くなるのは必然かもしれませんね、うん、あるあるとはちょっと違うね。いやそんなこと言うなお前は。まあ確かにそんなあるあるではないけど、うんうん、さあ続きまして神奈川県おまわりさん、試着室に出た後に店員さんに言われるどうでしたかの対応が困る。あーもう買う前提、もう履いてはいないしってこと、うん、履いて脱いでまた自分の服に戻ってからの質問だよねそれはね、うん、どうでしたか。別にでもそれなんだろう、別にな、いやちょっとちっちゃかったですねとかね、なんかちょっとサイズ合わなかったですねとかね、うん、あれはさ、うん、あの試着じゃん、うん、試着でさ、うん、結構最近服とかよく買いに行ったりして、うん、試着するんだけど、うん、絶対買う前提だって向こうは思ってるわけじゃん、それはもちろん。そう？そういう対応じゃない。俺はなんかたまたま履いてみて、うん、あどうなんだろうって、うん、今度買おうかなっていう時にもう試着したりする。全然あると思うよ。うどうでしたかって言われたけど、あこれめっちゃいい良かったですねって言ってて、ではみたいな感じになんない。いやそれはそういう人なんじゃないの、もうたまたま焦ってる人というか、もうなんとか、まあ、その店のしきたりでなんか売ったらポイントが通系の店だったらグイグイ来るかもね。でそんなふうに食らったことねえけどな。いや今日は、うん、あとりあえず試着だけで言ったら、うん、マジかこいつみたいな顔されるんだよ。そんなやついる今。いやいや本当えみたいな、買わないんですかみたいな、ちょうどよかったんでしょ、なぜ買わないみたいな。いやいや一応履いてみただけですからっていうところも頭に入れとけよっていうことでしょ。そう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 、うん、いやまあそれぐらいの空気感醸し出してあわよくば買ってくれるかもしれないっていうパターンに走ってるだけでしょ。本気では思ってないと思うよ。そこは俺がもう買うぞ買うぞっていうのが出てんのかな。まあ買ってほしいっていう、まあそういうパターンもあるよね。うん、やんだけ買う気満々な感じ来てたじゃんっていう、うん、お前が醸し出してた可能性はしたらお前が悪いよ。うん、その履く前になんか、うん、お前の財布をおもむろにさ見てさ、あなるほどこれいくらですかって聞いて。6800円ですとか言ってた、6000、あ、大丈夫だ、 OK、 じゃあちょっと行ってきますみたいなぐらいのしてないぐらいのことをしたぐらいのテンションで来るとでしょ。うんそうそうそう。でそれをやったとして、まあ、履いて出てきてどうでした、うん、お、ちょうどよかったですね、あではなるよね。なるよそれは。でいや今回はって言われたらはぁってなる。なるよ。でもそんなテンション出してないし俺。そっか。でもそういう時にね、うん、俺はもうすごいダサい断り方をするのね、うん、あこれはいくらですかって言って、うん、あ1万2000円ですとかって言われた、うん、あそっかちょっとじゃあお金下ろしてきていいですか、うん、って言ってそのまま逃げる。クソダセーなそれ。帰っても来ないんだろう。うん帰ってこない。あいつなんだっていう。だったらもう素直にもういやそれちょっとごめんなさいちょっと手持ちないんで、ならのがまだ高いなって言うのがなんかダサいじゃん、うん、いや一番結果出せえよお前。で逃げちゃう。下ろしてくるのも出せえし、持って年会になるし今、うん、結局一番出せえよ、うん、出せえ。さあ続きまして横浜市、うん、マカロニパンツ、靴下の穴が開いている時の飲み会に限って座敷。ああなるほどね。まあね、結構あったかもしれないけど、うん、久しくでもやっぱその成長するもんだな、うん、穴なんか空くすしても履かなくなったな。なったな。うん、なんだろうな、その昔とかのさ時の穴が開いたと分かっていながら、うん、入っちゃう捨てない自分ね、うん、なんか知らないけど履いて穴が開いてたらさ、うわこれ穴開いてんのかよって ならなかった自分ね、うん、開いてんのか、じゃあちょっと今日緩めに履いてごまかすみたいな。何なんだろうな、知らず知らずにちょっと大人になってんな。まあ、逆にでも座敷行って、うん、やべえ空いてるじゃんって気づく時もあるけどね。あるある、うん、知らず知らず空いてるパターンね、やっちまったっていう、ね、うん、昨日も俺アウトレット行って買い物したんだけど、うん、そのやっぱ安いねアウトレットね。安いでしょそれは、ね、うん、俺初めて人生で初めてユナイテッドアローズで買ったよ。あそう、なんかブランドで買っちゃうよね、同じようなデザインがあってもやっぱちょっとアローズを選ぶよね、うんうん、
まあ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 しっかりしたね、うん、ところですから。かっこいいっつって、うん、ほだされちゃった。ほだされちゃって、うん、うわ人生初のアローズだっつって。うん、そ, そんな敷居は高くないですけどもね。そう、うん、お母さんと一緒に買いに行きました。お母に、うん、どうこれっつって言ったら、うん、いいじゃんっつって帰って。うんさすがに自分でお金は出しましたよ。いやいやもうそんな問題じゃなくてもお母さんと言ってんだっていうのはもう可愛くてしょうがないです。そう、うん、これなんですけどね。いやそれなんかい、これいくらだと思います。いやわかりませんよ。これ3000円なんてすごい 安くない。いやでもなんかもうまあこれでね同窓会来てましたよね、まあ、同窓会があったんですよね昨日 ね、 昨日ね、うん、同窓会とかまあ簡単な ね、まあ、ね俺たちがその御殿場でたまたまね週末吉本じゃないか漫才の伝道というね永田カウスボタン師匠のイベントで行ったんで、その後にね仕事がなかったからね、まあ、夜じゃあちょっと泊まっていくかってことで友達が集めてくれたんですね、うん、それでまあ藤田それ来てて、あの一人の女性がねすっごい、うん、なんで藤田さんセーター着てんのって言ってました。いや言われましたよ俺超似合ってないんだけどって死ぬほど似合わないねセーターって言われて、いや俺もな、え何それって思ったし、その周りもいや別に似合ってなくもないじゃんってなって、別に俺は別に、まあ、それは着るんじゃねえの、うん、別にセーターなんてつって、そんなに別に似合わなくもないじゃないですか、普通じゃないですか別に。なんでしょう、なんかわかんないが あるんじゃない、そいつからしたらね。でまあ別にこれはそうは思わないけど、まあ、その白いなんだ変なのが覗いてるのはまあいやこれはねもう確かにね、それは寒かったからあれとしても、うん、たまになんかな、そのおっぱい感がある時がある時は、まあ、似合わねえなセーターとか思う時があるけど、俺はね、まあ、別にまあゆとりもあるし、確かにおっぱい感が出てたから今までセーター毛嫌いしてたんですよ、うん、はい、だけど、うん、最近ちょっと脂肪、体脂肪も減らして、うん、筋トレもやってっから、うん、あんまりおっぱい感が出なくなったんで、うん、だから若干タイトめのやつとかも着れるようになって。あそうなの、そう、うん、だから今までにないもんをちょっと自分でアイテムをね、うん、セレクトできるようになったんですよ、うん、だから好きに、そんな矢先に似合ってない、うん、似合ってないって言われて悲しかったよ、うん、久しぶりに会った同級生に、同級生に似合わないね、ほんと死ぬほど似合わないね、なんて何セーター着てんの。いやそれみんなに言われるんだったらいいけど、うん、周りも別にそうでもないけどなっていう。いやでもありがたいよ、そのちゃんとした意見を言ってくれるっていうのはね、うん、うん、少数派だからなその意見が、うん、分かんねえんだよなんで言われたのか。いやだからまあその思っててもお前のねその似合ってんだろうと言われたらうんっていうやつはいる中さ、うんうん、ちゃんと言ってくれるやつっていうのはやっぱありがたいよ。でもその時はこれ似合ってるでしょ、うん、似合ってるでしょっていうのも言ってないからね、うんうん、あいつから言ってきたから開口一番急に、うん、すごい似合わないねセーターっつってえなんでなんで俺そんなこと言われなきゃいけねえのそれがみんなそうだよそうだよってなるんだって、うん、周りも、うん、いやそんなでもないけど普通じゃないみたいな感じで本当一人猛烈に批判してたけどよくわかんねえんだよあれが。うん、でもやっぱりね、うん、雑誌読まないとダメね、うん、ファッションは。いやそんなことねえだろ別に。いや本当俺は、うん、俺はやっぱ本当センスが独特というか、うん、多分ずれてるから、うん、もう自分で考えて組み合わせちゃうと本当とんでもねえ格好になっちゃう、うん、いやそれでいいだろ別に。でも最近はもうファッション雑誌見て、うん、なんて愚かな行いをしていたんだ俺って、うん、最近はもう外してないじゃんあんまり。いやだってそれはなんか嫁に選んでもらってるとか言ってたから、ああそうまた嫁に選んでもらったのかなって思ってましたけどね、うん、いや最近でも自分で買ったりもするんですけど、うん、いやもうちょこちょこでもありますよ、突っ込みたいというかなんかほら、ひらひらがついてるズボンとかひらひらなんかわかんないこう、なんつーの、あサスペンダー竜宮城の人みたいな感じのズボン、あなんかあったな、あれどこ行ったの、うん、面白いなと思いながら見てましたよ。なんかね、いいぞいいぞと思って、うんうん、藤田のセンスだで出てるぞと思いながら。いやまあでもこれからね、うん、もうウオモをね買うようにしてるんで。ウオモって雑誌があるんですけどウオモでもう本当俺おしゃれ中年を目指していきますんで。そんな、そんななんか背伸びしなくてもいいんですよおしゃれなんて。いやもうだから前回言ったじゃないですか、うん、こう、うん、
ね、いろいろちゃんとしようって40になるからって一貫で俺ファッションもちゃんとしようと思って40の人もと見てないと思うよ。例えばそのおしゃれな人のさ、うん、おしゃれな親父さんが雑誌なんか読んでないよ、うん、だからその人はもう持ち合わせてるからその時点でもうダメじゃん。持ち合わせてるからいいんですよ、センス。いいんです感覚で。いや俺はセンスが本当ないからウオンも見ないとダメなんだ。いやだそれでいいじゃん別に。お前のもう感覚で買ったもので好きなようにお前が着たいの着たい。やだよ俺おしゃれって言われてんだよ遅えよもう。いや急におしゃれになったねって言われたいの、ウオンものおかげでウオンも出たいもん。いやいやいやウオンもの関係者の人聞いてないから俺出てんだよウオンも。いやそれこそもう芸人が出てたよウオンもには。お誰。いやピースとかあとジャンポケとか。おお、じゃあいずれいずれ話は来てくれるよ。聞いてくれ、もう出してくれねえかな、うん、俺ウオモに。すっげえ出てよウオモ。ウオモでピンと来てねえよみんな。来てないかね。ウオモって言うのか分かんないけど。さあということでね、今週のあるあるチャンピオン決めましょうよ。どうですかね。ファッション。該当者なしじゃないですかこれ。とは言わずにね。ね。うん。決めましょう。あるあるは確かなかったね。うん。落ち着きがちにする黒に。まあでも靴下の穴でいこうか。ああそうだね。マカロニパンツに決定。はい、おめでとうございます。直筆サイン入りの靴下ステッカーをプレゼントいたします。次回のお題は卒業あるある。3月2日の月曜日までに送ってください。たくさんのご応募お待ちしております。トータルテンボスの抜き差しならないと。さあおこちゃとトークのお時間です、はい、このコーナーは宮城県に住みます芸人おこちゃと一緒にお題で投稿するというコーナーです。おこちゃです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おこちゃです。いやおしゃれですよ夫人に。ありがとうございます。うんと思いましたけども、はい、ね、なんか変わろうって言ってましたもんね喫煙所で。言ってた、言ってた、今年はおしゃれになってくる言ってましたから言ってました。決意俺は聞きましたから、うん、決意を絶対誰かに言っちゃうんだよね藤田ね。そうですね。だから密かに俺おしゃんだろとかっていうタイプじゃないんだよね。有言実行タイプです、うん、そうですそうですね。でまあまあでも実行したのかどうかなっていう時に、うん、あれどうなりましたみたいなことだろ。ああれもうやめてるみたいなことだから多いかな。それが藤兄のね。もう俺はだからもう真正面から受け止めないのよもうさすがに。もういやでも本当にムキムキにはしようと思ってますしね、うん、いや素晴らしい。4月ぐらいを見といてくれっていう。見といてくれですよね、うん、いやですねいいですか一個。いいですいいです。後輩のね、うん、話なんですけど、はいはい、その後輩がまあ彼女がいて、でまあできちゃったと、子供ができちゃってしまったっていうので、でまあ相手の親に説明をしに行かなきゃいけないと。できちゃったこと、できちゃったことっていう、産むという前提で、産むという前提で、結婚するという前提で、結婚するという前提で、うん、まあ親に言わなきゃいけないっていう時に、で、うん、それは親はある程度知っててさらに説明なのか、話だけ、ゼロから、いや話だけはできてることは知ってる、聞いてたぐらいで、でまあ夜のファミレスで待ち合わせしたんですけど、うんうん、すごいとこでお話しするんですね。そうで、うん、そのお父さんがね、相手のお父さんが、うんうん、まあ最初、うん、一応なんかこう、まあ、好きなもん食べなさい食べなさいとか、うん、頼みなよって言ったら、うんうん、そいつは、うん、じゃあビールでダメですよ、うん、ひどいねそいつ話し合いするときクソ人間じゃそらでビール飲みながら、うん、お父さんもちろん飲んで、お父さんまあまあ飲んでていいじゃないですか。目は向いたよね多分、向いたピクッと。でも好きなもん頼めって言っちゃったから手前、まあ、詰め切れないかっていう、うん、あそうかで、いや詰めていいんですけどね、うんうん、で、まあ、ビール飲みながら、まあ、子供が、ね、できてしまいまして、ね、うん、あそうかで結婚回しようと、うん、で認めてくださいみたいな話をしてたら、うん、あっちがね、いや君芸人だけど、うん、養っていけんのかねって、うん、それが一番心配だよね相手方のお父さんは、ね、で、あ俺らみたいにねこうやって売れてるすげえスーパースターな、ね、そう感じの人間だったらもう待って待って待って、よくなんだよ鼻伸びてんぞお前お前どういうことだ、お前俺が天狗になってるってことか。ちげえよ、どういうことだよ。カジキマグロ、なんだそれはおいなんだそれはおい、油乗ってる。あいい、いやそんなところに、いい発言だ。僕らなんて売れてないですごめんね、うん、いやで、うん、どうするんだって言われたと、うん、その養っていけないんじゃないかって言われたから、そいつは、
お父さんというか、もう言ってやれ、10年子供の面倒見てくださいっておい、どんなクソ野郎だそいつそしたらお父さんもそのお母さんも嫁ももう黙ったと、もうさすがに言葉がもう怒りがちょっとプルプルしてるのが分かったから、ちょっとあこれやっちまったと思ったらしくて黙ってたんですけど、まあなんか手持ち無沙汰でビールは飲みながらグビグビ言ってて、ふとした拍子でもうなくなって、一瞬無意識になって注文押してピンポンって来て、ビールくださいってその状況で言って親父にブチ切れられたっていう言うのがですね、ひどい、すごいな、あの誰それ、それがですね昔宮城県住みます芸人のオクトパス85の健三、健三かい、わかるなそのエピソードいやもう健三でしかないエピソードだよね、うん、そうなんです。そしてですね、うん、そうなんです、その話がありまして笑いましたね。面白いですけど。でね、今回、うん、来てくれて、来てくれたんだ。健三くんです。あ、どうも。健三です。お久しぶりです。もうだから、はい、あの芸人じゃないんだよね、健三。今やめちゃったんだよね。だからその時は芸人だったんだ、まだ。その時は芸人ですね。うん、もうバリバリの芸人でした。はい、で今は辞めて何をやってるんですか。今あのラーメン屋さんで修行中、ね、修行中ですね、はい、なるほど、噂には聞いてましたよね、まあ、我々と一緒にこの辺トラベラーをやってた時期もあるし、その時期はこのね抜き差しならないとの前説もやってたもんね、はいはい、やらせていただいて、オープニング前説、はい、あれはあのあれに入ってたんだっけ、あのポッドキャストには、ポッドキャストも入って、ってないんじゃないですか、ね、全く入ってないか、じゃあもう全国の皆さんには馴染みではないけど、仙台の方は聞いてたよね、聞いてくれました、はい、あ帰ってきたね、ただいまです仙台に、はい、ただもう素人として、素人として今出てるんですよね、はい、ただねすごい頑張ってるんですよね、そうラーメン屋ですごい頑張ってる、話聞くけどさ、うん、まず東京でやってたんでしょ、東京で、はい、うん、東京でやって、で東京でも修行してで、ね、ラーメンでしょ、で今度はね、うん、仙台で今ね、うん、行って仙台でもものすごく修行して、うん、しかも、うん、東京の修行先もすごく厳しくて、うん、仙台に来たらねもう即戦力らしいの、うん、東京の修行がすごすぎて、うん、東京の修行がすごすぎて、うん、本来ね仙台でこう今やってるお店だと、うん、仕込みとかがだいたい夕方5時ぐらいに終わるんだって今まで、はいはいはい、建造が来たおかげで毎回2時とかに終わってるらしいの、3時間も縮めた、3時間も縮めましたね、でも包丁も前包丁持ってたりして、これはちょっと変わったのかな、うん、期待できるのかな、うん、東京の修行はなんでやめちゃったの、はい、東京の修行は、うん、まあちょっと厳しすぎたというか、うん、ちょっとあの厳しすぎた、はい、で、で、あ、もうき、あのちょっとやめさせていただきますって言って、は言ってないですね、飛んだの？飛びですね。俺全然変わってねえよ。嘘でしょ？仙台のこれラーメン屋もこれ時間の問題だな。いや、それだけはもうやっぱね子供と嫁がいるんで、うん、もういやだって東京で働いてた時も子供と嫁いたんでしょ？あ、いました、はい。で飛んだんでしょ？飛びました。でね、楽な方に逃げてきただけだろ。そうです。東京ちょっと激戦区だから、はい、すごい人もいるし、お客さんの数多いし、はい、辛いから。辛い。だったらちょっとはお客さんも減るし、はい、減るし、楽かなと思ってる概念あるだろちょっと。ちょっとあります。ないよ、ないよ。一生懸命やって。一生懸命。これがでもすごくて、そのすごい本当に名店で厳しいとこだったので、愛も深いから、それはね東京の方、東京の方で、もうこっちも有名、美味しいとこで、名前はね言わないですけど、仙台住んでたら、ああそこで働いてんだみたいなとこなんですけど、東京の厳しすぎて、もうでも娘がいるから結局飛ぶんですけどね、飛ぶんですけど、飛ぶ前提を聞いてると何の響きもない朝7時から夜の10時とかまでは働くぐらいの本当に厳しいところでやってて、で頑張ってでも飛んだと、いやもう飛んだんだ、飛んだけど、そしたら相手店長さんがね家にこう説得しにも来るぐらい、結構だからそこでもやっぱ期待はされてたというか、まあそうです、まあ頑張って、信頼は、はい、勝ち得てたんだ、勝ち得てました、不器用なやつだけどこいつは一生懸命やってるみたいな評価で愛されてはいたと、評価されてて、お前裏切っちゃったんだ、家に来た時にちょうど嫁とその娘がね、うん、その東京の建造住んでるところに泊まりに来てて、うん、3人で、あ、東京にはいなかったんだ嫁と娘は、はい、じゃあ単身赴任的な、単身赴任ですね、仙台残して、はい、東京で働いてたんだ、働いてました、はあ、でお金だけ入れて、入れてたんだ、給料だけ入れて、おう、はい、
でその3人で久々に会った夜 に、まあ、飛んだからどうしようって言うんで多分来たんだと思うんですけど、うん、で3人でご飯食べてたら、うん、それは家で家でね、うん、家で食べてたらそのトン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 ピンポンっていうのが聞こえてね、イルスするっていう。お前だって俺電気も漏れてんだろもちろん。バレ完全バレてる状態のイルス。イルスはお前そこは誠意には誠意で返さないと。いやだからそのいずれ謝りたいんですけど。残念でならないと思うよ店長は。だって、ね、嫌いじゃないんだしさお前のこと。なんなら前日に2人でサウナとかも行ってました。裸の付き合いじゃん。裸の付き合いです。で背中を流して。でも前日サウナ行った人の店をよく飛べるな。いやそうですね。逆に恐ろしいですよね。えその時のサウナの時は飛ぶことは決めてたの？いや決めてないです。急に飛んだの？どこで飛んだの？急飛ぶって決めた。急に飛んだの？その後日？後日か次の日にサウナ行って次の日出勤して、うん、だ多分サウナで湯冷めしちゃって風邪ひいちゃったんですよ。うんうん、で多分熱もあって、うん、もうこれきつい早退したいなと思ってたら、うん、あのお前なんか具合悪そうだなって言われて、うんうん、すいませんちょっと具合悪いんで、うん、早退させていただけませんかって言ったら、うん、分かった。うん、思いっきりバーンって殴られたんですよ。なんで、うんうん、いや俺もなんでと思って、うんうん、こんな具合悪い可愛いでしょあなたが可愛がってる、うん、私こんなに、うん、いやお前が言うよ自分で可愛いでしょが言ったらアドバンテージつけちゃダメだよ、うん、あんなでそれは何ててそのバックヤードとかねバックヤードです、うん、思いっきり殴られたんです、うん、いてって言った瞬間に、うん、いてじゃねえだろおらっつって、うん、もう一発殴られたんです、うんうん、ああでも俺もちょっと、ね、なんで殴られてんだっていう理由は何だったの？なんで殴るんですか、うん、聞いたんです、うんうん、そしたら自己体調管理ができてないてめえのせいだから殴ってんだよって今度お前体調管理もしっかりしろとそれも自己責任だろっつってまあまあ一理あるけどすごい厳しいな、うん、やっぱりまあでもそんな風邪ひいた段階でお客さんに移しちゃいけないっていうのもあるそういうことだね、あと従業員の皆さんにも移しちゃいけないっていうので、うんこれはまずいと思って、うん、ただその日は帰れと、うん、あ返してくれたの返してくれた、うん、返してくれたんです、うんうん、でももうこっちとしては、うんうん、うわ熱出てしんどくて帰ることも守らないのになんで殴られたんだろうと思って、うん、ずっと腹立ったなお前はイライラしてイライラしてた消化できなかったんだな、うん、であまりにも焦って店飛び出してきたから、うん、制服のままだったんですよ、うん、あやべえと思って でもこの制服返さなきゃと思って、うん、もうクリーニング屋さん行って、うんでユニクロ途中寄って、うん、あのクリーニング屋さん行って着替えて、うん、その場でシャツクリーニング屋さんに出して、うん、で熱出てたんですけど何時に仕上がりますかって時間確認して、うん、その仕上がり時間を待って、うん、最後包んでもらって店に、うん、あの一筆あの、うん、お世話になりましたって言って、はい、あえ会いに行ったの？いや会いに行ってました。あ店の前で店の前に閉店した後にあのポンって置いてたそしたら次の日、うん、家に来たんですよ。いやそのそうだな。どういう意味か。それはだってまあその店長はやっぱやりすぎたとこも言うと概念もあったし、でまあ体調も不良だっていうからちょっと心配もあったんじゃないのお前のこと。つかね。うん。そんで？いやそれで家で。ああどうしようもう俺やめちゃったよっつって嫁と子供と鍋食ってたんですか、うん、そしたらピンポンってきて、うん、まさかなと思って覗いたら、うん、本当にこうやって仁王立ちで立ってるんですよ、うん、うわ出たと思ってこれまた俺殴られる、うん、嫁の前で殴られる殴らんないよ嫁の前ではどうだろうな。でも嫁の前で殴られるのこれ子供も見てるしやばいぞと思って、うん、もう電気全部消してで焦りも消えたの分かっちゃう玄関の前行ってから大丈夫だって、はい、穴からもこもり火とか分かるんだよ、うん、いや分かる。でも急に真っ黒になったわけじゃん。まだ明るい方がいいよね。うんテンパりすぎちゃって。でも嫁には何て言ったの？嫁です。急に何したのあんた暗くしてみたいな。来た来たっつってやつが来たやつが来た、うん、で見てみろっつって言ったらいや見なくてもいいよっつってけど、うんあのご飯食ってる最中だからっつってあの俺コンロまで消してたんですよ。あの鍋のあのガスコンロなんですけど全く関係なかったんですけど焦りすぎて消してて、うん、これだけはちょっとつけて子供もいるから食べさせないとっつって、うん、真っ暗の中闇鍋になって、もうさ殴られるより恥ずかしいことしてんやん子供と嫁の前で見せた方がまだなんか立ち向かって、うん、殴られてでもなんで殴るんすかみたいな方がまだね、うん、いいけど一番ダサい。今日さ暗くして怖いからごめん。恥ずかしい。
マジか、はい、でもやっぱ今こうやって冷静になるとちょっと謝りたいなっていうのは。いやそうだよ、お前一生懸命、その店長だってさ、はい、愛の無知だから結局。そうなんですよね、聞いてるとね、まあ厳しい方ではあるんですけ あるけどすごい健三のこと好きで。そうだろう多分、熱いさがまあちょっとね、はい、超えてるとかあるかもしれないけど、すごい愛してて理不尽すぎるわけじゃないですよ。ちょっとなるほどなっていうのをこのいいようですよ。なんで殴られたんだよ。ゆとりだな。なんだな。だからなんかゆとりの弊害で殴られたことないのかお前、あんまり人から。ありますよやっぱ。あでもそんなないですけど、藤田さんに殴られたことある。やめろよお前。酔って酔って、それはだからもうこいつがもう本当にダメなことやったから怒ってって言って で、ね、でそれまあ俺もね、俺も悪いんだけど、まあ本当健三がダメだったから、でその殴られたっていうね話を、そこのお店でね、そうやって殴られたっていうのを俺も聞いてたの。そしたらでもそれ愛のパンチだろっつって、いやそうなんです、愛がありましたって。でも俺ももう前な、そういうことあって、でも俺のはどうだったって一応聞いたの、したらその人に比べてパンチ力はあんまりなかったです。そういうこと聞いてんじゃねえか。俺のパンチどうだったの威力じゃないか。届いてたかとかね、気持ち届いてたかみたいな。だからこんなね健三が頑張ってますんで今、でも芸人の時に比べたらだいぶね、そうすごくね、しっかりしてきてますんで、この話最初に聞いた方からしたらとんでもねえクズだなっていうふうに思うかもしれませんけど、もうすごい成長してますんで。もっとクズだったからね、もしかしたらもう飛ぶこともないかもしれませんし、あと1回そう願いたい、あと1回か2回とんでもダメ、人生のおいて1回も飛んでたら3期まであるとかねえか。ないっすか。でお店出すっていうね、ラーメン屋をいずれ出したいっていう目標もありますし、夢があって、夢があるんです、仙台でラーメン屋出店したい夢があって、一人のやっぱお前ってほんとダメな男だったからな、はい、ちょっとずつやっぱ成長してるんだな。そうですね、まずまともに6ヶ月働けた、これはすごいことだ。あんま自分で言うもんじゃない。俺たちが褒めてやるから、自分でグイグイ来るとすぐ冷めちゃうから。すいません。でね、仙台でお店を出したいっていう夢があるんですよって語ってて、ああいいことじゃんっつって、であと僕はもう一つね大きい夢があって、おおなんだっつって、僕ね楽天好きなんで、そうだな、はい、ケースタの近くに店出したいっていう夢があるんですよって。いやあんま変わんなくねえ最初の夢。好きにしろよ、好きにしろよ、場所は。まあ選手にも食べてきてもらいたいと。はい、そうですね、もちろん。あとお客さん、楽天のファンの人が食べに来てくれる。なるほどな、はい、夢があるんです。夢があります。ちょっとだからね、本当に頑張ってそうやってね、今前ね借金をね100万ぐらいあったらしいの。なるほどな、その芸人の時に、芸人の時に、それをしかもできちゃった結婚した奥さんの親父さんに肩代わりしてもらって、うわお前すげえいい親父さんじゃ、その奥さんの。そうです、ビールビールもまだプルプル震えながら許してくれて。そうです。でもその借金も全部返して、返しました。さらに今貯金があるんだって、はい、ラーメン屋を開店するために、はい、すごい変わったと思わない。だからまあ店を出した暁には、ね、まあ、娘のためだよな。そうですね、うん、子供がいないとなかなか努力はできないですよね。いやそんなことじゃないんだよ。自分のためにも。いやいや、だからでもいいと思うよ、別に子供のため で、 その結局飛んでんだよ、飛んでんだよ。何が子供がいないと結局努力はできないですよね。飛んでっからな。飛んでっからね。殴られてもな、やっぱまあ普通俺たちだったらさ、ありがてえみたいな、そういうまあギリギリの年代だったからさ、その体罰という言葉あれだけど、うん、武力でやっぱ愛を感じてきたあれだから、まあやめることはなかっただろうけどな、やっぱそういうの分かんなかっただけだもんな、愛というのは。愛というのはなんで殴るんだよ、その時はがかっちゃったんだよな。でも今反省してるっていうし ね、 そうですね。だからそれまあそのじゃあいいんじゃない、その独立してさ開業して挨拶行けばいいんじゃない。でその時に謝って、ああでもあの時ラーメンやってくれてるだけでやっぱちょっと嬉しいよね、多分ね、嬉しいはずです、その店長は。で開店した時は俺らももちろんね、お花出してあげるし、おめでとうってね、聞くのね、縁起悪いお葬式ってことですか、縁起悪いな。いやそんなね、まあ健三という一人の、まあ、芸人としては、はい、結局体制できなかったけど、
まあそのできちゃった結果を通じてね、はい、男として人間として成長したと、はい、いうことがちょっと嬉しいですね。嬉しいなと。ありがとうございます。うん、まだ どっかで俺はちょっとその芸人の部分で笑いたいとかあるから、逃げちゃうんじゃねえのっていうのが、やっぱねそれはあるんですよ。俺もね、やっぱ笑っちゃうし、あいつダメだなって。俺らで逃げなかった、頑張ったな、成長したんだなっていいし、まずだって最初こう芸人辞めるとかっていうのも俺らに不義理をしてるからね、全く言わないで辞めるって。その辺もやっぱ健三イズムがまだあったしな。でもここに来て戻ってきてちゃんと言うっていうのはやっぱ変わったんかなとは思うけどね。まあでもそれがなんかそこで殴られてなかったら多分まだやってたわけだろ。そうですね。で俺たちに挨拶来てなかったわけだもんな。そうですね、うん、結局殴られてダメだもう東京この機会だ仙台行こうで、はい、来たからまあ、あだったらついでに挨拶に行こう、ね、ついで結局あいつらやってたな、ね、そんなことはない。それでいいんだよ別に。お前って、うん、はい、自分がもう絡ませちゃってさ、はい、できちゃった結婚で、はい、順番も逆で、はい、そんな話し合いに、はい、ビール頼むやつはすげえ、すげえよ。もう日本一空気読めねえからお前は。それでいいよ。でもそれが好転してるっていうのがまたいいよね。いや、そうそう、そっからね、親父がすげえわその嫁の、うん、マジで大切にしないと、うん、いい親父さんだよ、ね、いい親父さんです本当に、うん、まあまあ骨あるじゃねえかと思ってくれてんじゃないの、借金も返して、ね、うん、そうですね、うん、いやなんか俺どっかで期待してっけね、その借金返したっていうのも嘘だっていう。その嘘って最悪な嘘だからね。本当返したんだろうな。これは本当に返しました、はい、本当に返しました、はい、貯金は、貯金は今、うん、本当、はい、それは本当、これは本当です、ね、うん、分かった分かった。でもこうお店ができるってまでにはまだないので、うん、これからまたちょっと修行して頑張って、まあ、奥さんがね管理してくれたりしたら、はい、うん、奥さんは何働いてんの。奥さん働いてないです。おー、じゃあもうお前だけでもう養ってるんだ。養ってます、うん、すげえな、はい、うん、で商工議会所とか行ってね、うん、仙台の、勉強会みたいなの出て、うん、で開店資金とかをね国面してくれるところ、ね、あそういうのあるよね、企画書書いて、はい、そういうのもちゃんと工面してもらえませんかみたいな、はい、やってんだ。やってます、はい、お大人になったな、うん、ね、喜んでんだろうお前、おばあちゃん、あの美容師のおばあちゃん、美容師のおばあちゃん、はい、喜んでますね。藤田のお子ちゃんのアフロを作り上げてくれてたおばあちゃん、はい、喜んでます、ね、うん、変われるもんなんだね人間ってね、はい、いや、よかったよかった。またちょっと報告がね、うん、また飛んだらまた、ね、ね、その報告もどっちでも楽しいですね。どっちも成功しても楽しいし、飛んでもやっぱ俺らは笑っちゃうし、うん、うんどっちに転んでもとりあえず報告だけは、いい、だからお前が、お前は今のお前がどっちに転んでも言っちゃダメだよ。この武器飛ぶ気満々じゃないか。許されてねえよその。まあということでね、健三の、近況というかね、はい、こうなってますということで、もう時間が来ちゃったんですか。うん、大丈夫お子ちゃん、もういやもう今日はもう話したかったね。したかったから、いや面白かった、面白かった、面白かった、面白かった。そういう意味では芸人界から離れてしまうのもったいないけどね。もったいない、この空気の重なさは解説、うん、まあ、することはなかっただろうけど、ないけど、ね、信じらんねえよ俺。信じらんねえ。よく2杯目いけたな、ビールね。あー5杯飲んでますから、ね、10年をさ、その面倒見てくれっていうのは本気で言ってたんでしょ。本気です、はい、でもそっから言った後に任せてください、もう芸人辞めて僕働きますからじゃなかったんだな。じゃあです、その時は無理なんでお願いしますかっていうことでしょ。そうです、無理なんで。じゃあそんなお前がさ芸人辞めてラーメンで働こうってなったのよ。まずそこなんですよね、だから、うん、それ長くなるならいいや、子供生まれて、うん、見てっていうことらしいです、はい、そっか、その時はまだ生まれてなかったから。そうです、ね、生まれた瞬間いきなり湧いてきたのか。湧いてきちゃったんです、稼がなきゃいけねえと、はい、俺もう浅はかだったと、はい、子供はこんなお金かかるんか、やっぱいい話だよ、うん、ね、あなんでラーメンだったかもよくわかんないんだけど、ラーメン好きだからだろ、ラーメン大携わりたかったね、携わりたかったな理由は、あということで分かりました、うん、また何かあればお子ちゃん、はい、健三の健三の話お願いします、はい、教えてください、はい、それが飛んだ時なのか、はい、見せ出す時なのか、見せ出す時がいいですね、よくできればね。トータルテンボスの抜き差しならないと。